こんにちは、ブレイクスルアカデミー代表の安藤正治です。今回はちょっとドキッとする話かもしれないんですけど、今もし学習塾に通われている方がいらっしゃるとして、今その塾辞めても成績キープできますかっていうのをちょっと自問してもらいたいんですよね。これに合わせて成績と学力っていうのはどういう関係なのかっていうところも含めて今回はちょっと深めていきたいと思いますので、興味のある方はぜひこの動画をご覧ください。それでは行ってみましょう。さあ、今日のラインナップですが、まず学力って何かっていう話と、成績と学力の意外な関係で、それからその塾を辞めても成績キープできますかっていう本質のところに入っていきたいと思います。以前から私は学習塾にはシステムはあるけどノウハウはないよって言ってたんですけど、それを証明するのがこの質問なんですよね。要するに今通ってる塾があって、でその塾で勉強頑張って今の成績かもしれないんですけど、その成績を塾を辞めてもキープできるかどうかで、もしできないというのであればちょっと考えてほしいですよね。一体その塾で手に入れているものは何なのか、そこで習得しているものっていうのは一体何なのかってことを考えてほしい。お金を払い続ける価値っていうのはどこにあるのか、そして今勉強している目的がちゃんと将来のためになってるのかどうかってところを含めて考えられる動画になってますので、ちょっと何でしょうね、厳しい話もするかもしれませんが、学力って何かってことが分かってくれば、自分が今から何をしないといけないのかも見えてくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは一つ目に行ってみましょう。まず学力って何かって話からしていきます。で、これすごい大事なところで、もちろんこれが絶対ではないんですよ。私がそう思っていることで、その結果私の場合はこういう理解で勉強攻略ができたので、まあ参考程度にはなるかなと思うんですけど、あなたなりにその学力ってものを定義できれば一番いいんですけど、今回ちょっとね、私がどう考えたかっていうところを参考にしてみてください。まず私の場合は学力っていうのを二つに分けて教えています。一つは学ぶ力で、それから、学ぼうとする力です。で、学ぶ力の方がまあ勉強に関するスキルに直結していく話で。あと学ぼうとする力ってのは勉強しようと思うところ、まあその意志とか意欲って言い方をしてますけど、まあちょっとやる気って話になってくるとまたちょっとね、詳しく説明していかないと誤解が生じるので、今回は意欲とか意志に関する部分だと思ってください。この二つが合わさって学力になるんですけど、例えばですね、その成績が上がったという現象を受けて、学力が上がったって表現する人もいるんですよ。で、これは学校の先生とか学習塾の講師の人とか、いろんなその教育に関する人がそういう表現しちゃってるんですね。だから成績が上がったら学力が上がったんだと思ってしまう人が多分少なくないと思うんですよ。でもそれは違うよってことを今回お話ししていきます。で、これどういうことか、例えば英語が50点から80点に伸びましたね。それ成績は伸びました。だけどじゃあそれが英語の学力が上がったと言えるのかどうか、これは上がったと言い切れません。言えることもあるし言えないこともある。要するに両方の意味を含んじゃってるんですね。どっちのことかわかんない。で、どういうことかっていうと、この英語が50点から80点に上がったっていうのは、要するに点数が上がった、成績が上がったっていうことはできるんだけど、それが学力が上がったとみなすことができるのかっていうところが問題です。で、例えば現実的に30点伸びてるので得点力は上がったんですよ。得点力は上がった。要するに前回が50点、まあ今まで50点のラインだった人が80点に伸ばすために何かしら頑張ったんですよね。で、その頑張った過程で得点力は磨けたんですよ。得点力は磨けたので点数に反映されたわけで、でもそれがじゃあ学力が伸びた結果なのかどうかってことをどういうふうに考えればいいかっていうと、勉強時間とか勉強量を物理的に増やして、ね、気合と根性もしくはその力技で英語に関する勉強の量を増やして、それで相対的に覚えてる量も増えたんで、結果正解できるね、問題数が増えて成績が上がったというのであれば、それはですね、学力が上がったわけじゃないんですよね。だってそれは今まで2時間勉強してたものを3時間に増やせばそれだけ点数伸びました。でもそれは学力が上がったんじゃなくて、ただ勉強量増やしただけの話で、能力は一緒だけど作業量増やしたから結果が増えました。それは学力が上がったとは言えません。じゃあどういう風になったら学力が上がったと言えるかっていうと、作業時間とか作業量自体は変わんないんですよ。でも勉強のやり方を工夫したりして今までと違う方法をやった結果、成績が上がりました。30点上がりました。この場合は学力が上がったっていう表現になります。要するに学力っていうのはスキルと意志の問題なので、それこそもう学習塾に行って今まで2時間だった勉強時間を3時間に増やして結果が上がりましたっていうのは、ただ勉強を増やしただけなんですよね。でも学力が上がるっていうのは、勉強の時間とか勉強量を増やせない人がその中で限られた条件の中でやり方を工夫して短い時間で今までと同じもしくはそれ以上の結果を出せるようにする、これが学力が伸びたっていう証拠なんですよね。なのでこの成績が伸びたということと学力が伸びたってことをイコールで考えないようにしてください。で、この部分の発想がちょっと次のねテーマにも絡んでくるので、ちょっとね頭に置いといてもらえたらと思います。
はい、成績と学力の意外な関係についてなんですけど、ここでさっきの話を一度思い出していただくと、英語の成績が50点から80点に伸びました。これは成績が上がった、点数が上がったとは言えるけども、学力が上がったとは言えません。で、この時に持ってほしい発想っていうのが2つあります。で、これは1つは何かっていうと、まず50点から80点伸びたというその結果に対する評価、このことをプロダクト評価と言います。で、それから私がさっき言った通り、その点数が伸びたからといって学力が伸びたわけじゃないよって言ったところの、その結果が生じた理由、原因って何だったのっていう過程に注目する評価のことをプロセス評価って言い方をします。で、このプロダクト評価とプロセス評価、この2つの評価の違いを認識してください。で、そうするとですね、成績とか点数っていうのが大事じゃないよってことが見えてくるんですよ。で、なぜかっていうと、私たちがやってるのは受験勉強なんですよね。受験勉強やってる。受験勉強やってるってことは、目的は受験校、まあ志望校に合格することですよね。なるべく第一志望校に合格したい。で、第一志望校に合格したいってことは、第一志望校の試験日の当日のパフォーマンスが最高になればいいんですよ。そこが最高になることが最終的な目標であって、その過程にあるですね、テストだ、定期テストだったりね、学校の定期テストだったり、塾で受けてる、まあ試験だったり、まあ模試だったりっていう、その過程で、それは1位であろうが、ビリであろうが、どうでもいいんですよ。そこは全然その受験結果に影響しないので、私たちが考えないといけないのが、あなたが考えないといけないのは、受験に合格するために何をしないといけないのか。そうすると、途中にある試験の結果なんかどうだっていいんですよ。で、そこで1位取ってたからつって、じゃああなた1位でしたね。じゃあ合格です。みたいなことにはならないわけじゃないですか。だから、1位であろうが、ビリであろうが、どうでもよくて、ただその結果が生じた原因とか理由っていうのがはっきりしてるかどうかが重要なんですよね。で、例えばもうその成績が芳しくない方っていうのはもう一番その大事なところなんですけど、要するに自分は頑張ったつもりだった。でも結果が出なかった。で、そのなぜだろうなんですよね。結果が出なかった。まあ、例えば80点取ろうと思って頑張ったのに50点しか取れなかった。ああ、残念だ。じゃなくて、この30点取れなかった原因、想定していた点数、結果が出なかった原因とは何かっていうことを分析、評価しないといけないんですよ。ここがその勉強していく上で一番重要なところで、結果はどうでもいいんです。点数とか成績のために勉強してるわけじゃなくて、合格する、受験で合格するために勉強しているので、何をしないといけないかというと、さっきの想定からずれた分が、なんでそうなってしまったのか、その現象が起きた原因は何か、その結果が生じてしまった理由は何だったのか、自分が覚え間違いをしていたのか、まだ分かってない部分、理解がちゃんとできてない部分があるのか、もしくは英語の解釈、英語の点数で上がらなかったら英語文の解釈で間違ったところがあったのか、どこに原因があってその結果になってしまったのかってことがはっきりすれば、その次の試験は確実に改善されるんですよ。それが学力を伸ばすということ。要するに得点力を伸ばすっていうのは、その試験範囲に指定された部分をしっかり覚え込むっていうことが、まあ得点力にはなるんですけど、そうじゃなくて一回一回の試験の結果が生じた理由、自分が取りたかった成績が取れなかった原因、そういったことをはっきりさせるこの分析評価、プロセス評価っていうのが、あなたが成績を上げるために絶対しないといけないことなんですよ。だから復習を単純にその間違えた問題を正しい答えにね覚え直すっていう復習も大事なんですけど、復習にプラスして自分がなぜできなかったのかっていうその部分を分析する。で、あとはその分析ができれば勉強のやり方だって改善する方針が見えてくるし、次の試験までにやらないといけないことが見えてくるので、要するにそのプロダクト評価とプロセス評価っていう2つのことを頭に入れてもらって、なおかつそのプロセス評価がしっかりできるかどうかで次の試験の結果が変わるか変わらないかっていうのが決まってくる、次の試験の結果を左右するっていうふうに認識してもらえたら方針が見えてくるかなと思います。数学的に言えばですね、まあ A という命題が学力が上がったっていう話で、で B という命題が成績が上がったという命題であれば、 A ならば B は成立するんですけど、 B ならば A は成立しないんですよ。で、これが要は逆は必ずしも成立しないっていう話ですよね。なのでこの部分、勉強に関しては結構こういうこと起こるんですよ。 A ならば B っていうのと B ならば A っていうのを勘違いしちゃって、 A ならば B っていうのが真だったとして、その真が B ならば A にも適用されちゃうって誤解しちゃうことが結構多いんですよね。なので今回は特に成績と学力っていうのがどういう関係なのかっていうことをしっかり認識してみてください。これが今後の勉強のね改善にかなり役立ってくると思います。今回の記事の本質の部分に行ってみましょう。その塾を辞めても成績キープできますか？私が日頃から学習塾には、まあ、少なくても私がやっている塾以外の塾ですけど、普通の例えばブランド塾であろうがどこであろうが、塾っていうのはシステムはあるけどノウハウはないんだよって話をしています。で、これがどういうことかというと、塾には決まったやり方があるんですよね。その塾にはこういう授業があって、こういう先生がいて、授業を受けたら最後に確認テストがあるのか、その次の授業の時に前の授業の確認テストがあるのか、休憩時間の使い方、物理的に学習塾という環境があって、本がたくさん置いて
てあったり、参考書がたくさん置いてあるから、それは自分が授業を受けてない間は自由に使えますよっていう部分だったりとか、あとはそのどういうテキストが指定されてて、そのテキストの問題がどんなもので、でその宿題の出され方とかね、例えば塾によってはノート作りが課題になったりするんですけど、なんかそういうその塾がどういうふうに生徒たちの指導をして成績を伸ばさせようとしてるのかっていう決まったルールがあるんですよね。その決まったルールのことをシステムと言っていて、そのシステムを使わせてもらうために塾の費用っていうのを払ってるんですね、親御さん方が。自分が一体何にお金を払ってもらってるのかってことを認識しないと、そのお金を払ってるのに成績が伸びないって考えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あくまでもお金を払ってるのはその環境を使わせてもらうための使用料です。使用料なので、それがその子供たちに対して直接成績アップのためにお金が投じられてるわけじゃないんですよね。なので何にお金が使われてるのかって話と、塾にはノウハウがない。ノウハウっていうのは、私が個別にコンサルティングサービスを通して子供たちに教えてるのは、勉強とはこういうものだから、こういう風にすれば成績は上がるんだよっていう、その部分なんですよね。成績の上げ方とか、成績を上げるため合格を狙うためにどういう発想をしないといけないのか、要するにマインドセットの話をしてて、成績が優秀な子たちと同じマインドを持ってもらって、彼らがどういう発想で勉強と付き合っていて、その結果こういうやり方をしてるから成績伸びてるんですよっていうところを教えてるのがノウハウです。で、それを教えると何が起こるかというと、自分で勉強できるようになります。さっきのプロセス評価も一緒ですよね。成績がいい子たちっていうのはどういうふうに結果を受け止めて次の結果に反映させてるのか、それはプロセス評価が全てなんですよ。なので単純に間違えた問題を正しい答えに書き直す、やり直す、それを導けるように練習するっていう復習もさることながら、彼らはちゃんと自分が今回の結果を出してしまった原因っていうのをはっきり把握していて、それを次の試験で改善しようと努力するんですよ。なのでグラフでいけばこんな感じになっていくんですよね。だからこのカーブを作れるかどうかなんですよ。でも学習塾に通ってる方で、今の塾を辞めたら成績キープできませんっていう方は、何を教えてもらってるかっていうと、ただその環境を使わせてもらってるだけなんですよね。なので言ってしまえばノウハウを教えてもらってないんですよ。勉強はこうすればいいんだよ、点数を伸ばすってことはこういうことだよ、勉強の本質ってのはこういうことだから、こういうふうに勉強しないと成績伸びないんだよってことを教えてもらえてないってことなんですよ。この学習塾に通い続けない限り成績をキープできないっていうのは、学力が伸びてないってことなんですね。かなり厳しい言い方をすると。なのでここの部分です。私は子供たちに少なくても学力を伸ばしてほしい。で、学力ってのはその将来的には問題解決能力ってものに発展していきます、消化していきます。で、この問題解決能力、何か自分に問題が降りかかった時にそれを自分で解決しようとすること、もしくは自分で解決できないと思った時に必要なね、しかるべき協力者に協力を仰げるような能力も含めてです。問題、自分に降りかかった問題を解決するためにあらゆる手段を講じようというその意欲と意志と、そしてそこに対して必要なことが何なのかってことが浮かぶそのスキル的な頭ですよね。そういったところを私は鍛えたい。特に今回の勉強というテーマに関しては、点数とか成績のために勉強してるわけじゃないんですよ。学力を伸ばすために勉強してるんですよね。勉強を目的化しないでくださいって言ったのはそこで、勉強を目的化しちゃうと成績とか点数を求めちゃうんですよ。で、成績とか点数求めちゃうから効率的な勉強法みたいな、なんかちょっと楽ができそうな方法に飛びついちゃうんだけど、そこじゃないんですよね。ただ効率的な勉強法は大事です。効率的な勉強法は大事なんですけど、そこが目的じゃなくて、勉強はあくまでも手段なんです。手段を目的化しちゃうと成績点数が大事だと思っちゃうんですけど、勉強が手段である。で、何のための手段かっていうと、さっき言った通り学力とか問題解決能力を鍛えるための与えられたテーマなんですよ。なので、その勉強を利用して学力、問題解決能力を引き上げていくことが勉強に対してしないといけないことで、でもそれを多くの人は点数とか成績を伸ばすためにやっちゃうんですよ。だから方向ずれちゃうんですよ。だから頑張っても成績が伸びなかったりするんです。でも成績が優秀な子たちはそれが分かってるので、ちゃんと自分の学力を伸ばすために勉強を活用しようという発想で勉強してるんです。だから嫌でも成績伸びていくんですよ。さっき言った通り、どうしてこういう風になってしまったのかってことが分かるから、それをもっと引き上げようと思ったら、じゃあこうしないといけないよねってことを考えながら次の試験に挑むので、どんどん自分の学力を引き上げていけます。でもそれを引き上げられずに結果に一喜一憂してしまって終わってるのが、多分成績が今芳しくない子たちなんですよ。このマインドの差、このマインドの違いを分からないと、多分頑張っても伸びないままなんですね。で、きついんですよ。で、きついと何が起こるかというと、脳はストレスとかきつさとかっていうのが嫌いなので、それがある状態でなんか物を覚えようとしても絶対覚えないです。これは脳の性質を理解したら、まあ一発で分かるんですけど、これはまた別撮りするんで、興味のある方はね、見てほしいんですが、要するに成績の差っていうのは強制されていない時間帯で生じるんですよね。自分で勉強できる子っていうのは強制されていなくてもできるんですよ。成績が芳しくない子たちで勉強がしたくない子たちは、学習塾に行って、まあ強制的に勉強させられる時間を増やさないと成績上げられないんですよ。でも例えばそういう子たちって、勉強している間の時間の使い方もそうだし、勉強に対する意識の持ち方もそうだし、ましてやその学習塾とか学校に強制されていないフリーの時間、そのフリーの時間にどれだけ勉強に対して打ち込めるかっていうところで、多分打ち込めないんですよね。でも成績がいい子たち、頑張ってないように見えても成績がいい子たちっていうのは、自分で基本的に勉強できちゃうので、その強制されてる強制されてないっていう線引きがないですね。要するに勉強に対するオンオフがないんですよ。常に
成績をキープするための努力ができる状態にあります。なので彼らは強制されていなくても勝手に勉強するし、足りないなと思ったら家に帰ってその家での自分の自由な時間をちょっと勉強に投資して、あとはその残った時間はちゃんと自分のねために使ったりとかしているので、要するにその強制されていない時間帯にどれだけ勉強に対して意識を持って打ち込めるかってところで実際成績の差って生まれてます。これは能力じゃないんですよね。能力が高いから勉強できるんじゃなくてマインドが違うんですよ。もうそういう風なマインドになってるんです。なので勉強に対してオンオフ、よしじゃあ頑張ろうって思わないと勉強できない人っていうのはオンオフがあって、オフの状態からオンに切り替えるときにスイッチを入れるときにモチベーションって言葉を使うと思うんですけど、そのモチベーションを持たないと勉強できない人っていうのは常に脳にストレスがかかってるんですよ、勉強するたびに。でさっき言った通り脳っていうのはストレスが嫌いなんで、ストレスのある状態で勉強してもなかなか覚えないんですよ。だから頑張ろうと思って勉強すると、要するに常にストレスを頭にかけながら勉強してることになるので、頑張ろう頑張ろうと思えば思うほど物覚えは悪くなる。だから結果頑張っても伸びないってことになっちゃう。これはやる気のメカニズムのところと脳の性質のところを理解すればものすごくね、また頭の中が整理しやすくなると思うので、ちょっとね別撮りした動画ももし興味があれば見てみてください。まあ今回の結論としてはですね、本当に成績のために勉強と付き合わないでください。点数とか成績のために勉強してるわけじゃなくて、学力を伸ばしたり問題解決能力を伸ばすために勉強しています。なのでその意識に変えた瞬間に、そのマインドに切り替えた瞬間に 100% 確実に絶対成績伸びるので、その今日の結論だけは絶対に忘れないでくださいね。はい、なので今回は、その塾辞めても成績キープできますかっていうちょっとドキッとするテーマで動画を撮ってみました。何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。